ビクトリア・シュナーダーベックは、オーストリア・シュタヤー・マルク・シュー、グラーツ出身の同国女子 A 代表女子サッカー選手。イングランド FA、WSL 一部アーセナル FC 所属。ポジションは DF。7歳でサッカーを、地元クラブで始め、若干15歳で当時オーストリア、女子ブンデスリーガに所属していた、DFC ラブ・グラーツに移籍した。 16歳でドイツ女子ブンデスリーガに属する FC バイエルンミュンヘンにチームメイトのカリーナ・ベンニンガーと共に移籍。当初はセカンドチームでプレーし、2010年にトップチームでのデビューを果たす。以降はトップチームの主力選手として定着し、2015年、2016年でのドイツ女子ブンデスリーガに連覇等を果たした。2018年夏に イングランド FA、WSL 一部に属するアーセナル FC に移籍した。若干16歳ですでに U19 代表でプレーし、2007年以降は、オーストリア女子 A 代表に招集されている。代表デビューは、UEFA 欧州女子選手権2009に向けての、欧州予選で対戦したポーランド女子 A 代表戦。2013年以降は、 オーストリア女子 A 代表の首相に任命されている。2015年から2016年にかけて行われた UEFA 欧州女子選手権2017に向けての欧州予選を突破し、本大会出場を決めた。2017年7月16日から8月6日にかけてオランダで開催された UEFA 欧州女子選手権2017では、 全試合に出場し3位という好結果を残した。ありがとうございます。